ジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。ミタンエンツリーカー青コーナー、ナスカ町ラスオゲンパレス、ミタエツコ、渡辺トマコ、対する赤コーナーは渡辺トマコです。ミタのセコンドには下田美馬の姿もありました。豊田真奈美、前川久美子、この2人もミタのセコンドにはついています。この両者は 7.27 代々木のビッグマッチ 3WA 世界タッグ選手権試合が控えています。ラリアットを打たれた三田、しかしここで息を吹き返した。髪の毛を掴んで投げ飛ばしていった。そして早くも場外乱闘です。実況席の目の前から本部席、パイプ椅子を持ち出した。しかし渡辺智子は右手にパイプ椅子を握ったまま、パイプ椅子対決、ご覧のように右手にはパイプ椅子、持ち込んでいったのは渡辺智子の方だ。三田悦子もしかしリング上は黄色いパイプ椅子持ってんだろ。たまには先に離せよ。これはやはり宮本さん、この辺りを見てもただのシングルマッチじゃないですね、この一戦はね。さあこれは宙づれ状態、三田悦子、渡辺智子を公式に切って落とします。両足を取った三田悦子、そしてサードロープを使っていく。この辺りのダーティーワーク、インサイドワークは非常に長けています。三田悦子、渡辺智子、対角線に飛ばし返したのは渡辺、そして間髪を入れずフェイスクラッシャーです。そしてパイピースだ、パイピースを持ち出した。三田悦子の右膝、黒いサポーターの膝頭、渡辺智子が持ち出したパイピース、そしてエプロンサイドの下田にも一周振り上げて右の膝、渡辺智子がやはり力を貯めていた。ドラゴンスピューだ。さあチャンスをつかんでいます渡辺智子、ダイビングボディーシダース、これは間一発かわした。黄色いパイプ椅子に手が伸びた、脳天を貫いていった、手を捉えた、ロープに飛ばしていく、帰ってきて、これはかわした渡辺智子、逆にフランケンシュタイナー、カウントは2つ。セカンドロープからトップロープを伺おうという渡辺、しかし這い上がった三田悦子、抱え上げて後ろに落としていった。10分経過、10分が経過しています。ロープの飛ばし合いはどうか、ドラゴンスプリューだ。三田の息の根を止めかねない渡辺智子のドラゴンスプリュー、そしてエプロンサイドを使って三田の右下を、ここで下田が手を出すか、しかしその下田も一周だ。逆に三田の黄色いパイプ椅子を渡辺智子、珍しく三田の表情が旗から見ても分かるほど苦痛に歪んでいます。さあそしてリバースのフルネルソンから抱え上げることができない、食いしばった、ラリアットはかわした、打ち合いになっている、これ腕を取った、奪い合いになっている、抱え上げた、三田へ少し近い、せーのデスバレー、デスバレーはカウント3つ、3つ目が叩かれた。今上がったかと思ったんですけど、3つ叩かれましたね。三田悦子、起死回生のデスバレーボム、カウント3を奪いました。三田悦子がデスバレーボムから3カウント、渡辺智子から8点2を奪っています。しかし宮本さん、この終わり方は 7.27 につながってきたら、そんな感じもしますけども ね、 そうですね。こんなんだったら代々木なんて試合したくないね。だって勝ちなんてさ、当然なんだからやる必要ないでしょ。どうなんだよお前、あ、もう涙も枯れちゃいましたか渡辺さん。やってやるぞ今から。だってお前の足が痛くなかったらいつだってやってるよ。あの渡辺のスリーカウントと見なします。スリーカウント、これは渡辺にとっては無念の形ということになりますが、スリーカウントは入っているという改めての確認です。この一戦は三田悦子が勝利、しかしこれは因縁が残る結末という形。この両者は今度はタッグマッチに形を変えて 7.27